おしゃれグルメ会の石井です、えー、いよいよ明日から、えー、6月ということで、えー、しばらく今日も暑かったですけども、えー、この晴天が続くそうです、まあ、今年はあの台風もまだ一個も発生し,してないということで、えー、そういった年は猛暑になるという言われています、えー、皆さんまだまだ、えー、暑さには慣れていないとは思いますけどもぜひ、えー、頑張って一緒に頑張っていきましょう やっぱ暑くなるとこういったねちょっと、えー、イメージの素敵なところいいところがね、えー、いいですよね一応あのグルメ界としても7月は横浜で食事会横浜でシーバス乗って食事会を開催したいと思います一応これは一応あん,あんだけですけども以前以前もあの横浜で食事会して、まあ、この時はあのシーバスには乗らなかったんで今年はあのシーバスプラスして食事会も開催したいと思います 横浜の、えー、公園から、えー、乗って、まあ、こちらに来るか、えー、赤レンガ倉庫の方に行くか、まあ、それはまあこれからお店次第で考えていきたいと思います、まあ、やはりあの、えー、先月はリバーサイドもやりましたけどもやはりシ,シーサイドテラス席もやっぱしあの夏となると、えー、そちらの方が雰囲気いいかなと思います、えー、ぜひあの40代50代のあなた えー、こういった素敵なとこだと素敵なカップルが今までも生まれていますぜひ勇気を持って、えー、一度お試し参加をしてみてくださいおしゃれグルメ会に興味持った方はぜひ、えー、お,おしゃれグルメ会と、えー、ホームページホームページがありますのでスマホかパソコンでアクセスしていただくと、えー、6月25日この前哨戦として、えー、アクアリウムダイニング ライムっていうところで新宿で6時半から開催しますのでぜひ、えー、そこに詳細が掲載されてありますのでそれを見てよし1回は行ってみようと思う方はぜひ、えー、行ってみてくださいぜひ、えーえー、あなたのお越しをお待ちしておりますおしゃれグルメ会の石井でしたよろしくお願いします